はい、皆さん、毎度毎度。はい、お疲れ様です。最後にトリマーで、コームで押さえつけて、切ってます。45度シェイプでね、出た、襟足から出たやつね、あれを押さえつけて、まあ、トリマーでね、切ると。条件が良ければね、それでいけるけどね、これ、しばちゃん先生みたいなのがね、こういう風に言うとね、お、それ使えるなとか言ってね、みんな真似するけど、条件が悪い人を真似するとね、結構ね、うまくできなかったりするんだよね、45度にね、正確にどかせっつったってね、意外とあれがね、難しいんだよね。で、結局自分なんか急がば回れで普通にブロッキングして無駄毛をさ短く切るっつの。これね、安直に真似するとまたね、手間が増えちゃうんだよね。慣れてる人がやりゃそんでさっさと終わるかもしんないけどね。結局自分もいろいろやったけどね、急がば回れになっちゃったね。そんでさ、正確にさ自分がやったつもりでも、で最後ブロするとやっぱり出てくんだよね。あれ絶対に出てこないようにするっつの。もっとさ、自分なんかさ、最初に一発切りしちゃうけど、その一発切りした状態で中が何センチ長いかっつうの？で、見てるんだよ。だいたい中2センチ長く出てるなと思ったら2センチ切るんだけど、2センチ切ってから内巻きにするとさらに表面が短くなるからまた中が出てきちゃうんだよね。それね、喋っててね、今気がついたよ。だからね。だからこう、ぶつ切りで一発切りした時、まあ溶かしてね、中がどのぐらい長いか見てね、2センチ長いと思ったら2センチ切ったんじゃダメなんだね。やっぱり3センチぐらい切らないとね。で、ほら、襟足のの癖の悪い無駄毛っぽいやつ、あれはさらに切らないとダメだよね。5センチぐらい切ってもいいかもしんないね、無駄毛なんかね。したら刈り上げになっちゃうっていうとか、まああるかもしんないけど、そこはまあ長さ様子見てね。だから襟足の中の方を、ギリギリまで切らないようにしようっつうの、その考えが自分なんかあるのかもしんないね。なるべく長く残して形をきれいに収めようっていう考え。だからいつまで経っても何十年やっても襟足が出てきちゃうんだよ。だから襟足なんかもういらねえんだからって、三つ入れの毛なんかいらねえよみたいに。本当に短めに切んねえと一発で内巻きっつうの、中が出ない内巻きに。無駄毛が出てこないってやつ、ブロした時に。だから内巻きのボブっつうのは、まあ表面がさ、かぶって乗っかってりゃいいんであってね。中の方なんかどうでもいいんだよね。だそれをさ、ためらったり、なんか悪いからってんで、ちょっとでも残すと後で出てきちゃうんだよ。これやっぱり自分の切り方が甘いんだね、考え方がね。これ言ってんのはあくまでも、ほら、おばちゃん系のボブのことだよ。ブローでやるボブであってね。コテで巻くボブじゃないからね。まあでもカットっつうのはさ、一瞬で、一回で、綺麗にピタッと収めるのが一番いいよね。一回切っただけでもう全てが終わるっつうの。何回も何回も切り直してるとそれに比例してどん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 時間かかっちゃうからね。まあ時間かかっても20分以下だったら別にどうってことないけどね、15分以下とかね。30分超えてくるともう集中力切れてくるからね、美容師さんもね。やっぱり刃物仕事っていう関係上ね。あ、中にはね、お姫様系のお客様がね、私の頭ゆっくり切ってなんて、1時間ぐらいかけて切ってなんて思ってる方いるかもしんないけどね、それはもうお金の問題じゃなくなるね。美容師さんもね、やっぱり人間だから疲れるから、集中力切れてくるからね。皆さんはどうなんだろう、カットやってて30分過ぎるともういやいややってない？カット。顔に出さないけど、お客さんに気づかれないようにいやいややってんだよね。で、お客さんってな、なんか自分だけ特別扱いしてもらいたいからもうゆっくり30分以上かけて切ってなんて思ってるかもしんないけど、迷惑なお客様としてワースト入りすると思った方がいいよね。お金の問題じゃなくなる最後ね。やっぱり、もたもたやってくれるお客様っていうのは、もうこっちが集中力切れちゃうからお金の問題じゃなくなっちゃうから最後ね。でもこれ皆さん美容師だったらそう思ってんじゃないかな。お客様っていうのはね、のんびり雑誌読んでね、まあくつろぎたいのは分かるよね、座ってるだけだからね。まあでも美容師ってのは常識の範囲のスピードで仕事終わらせないと疲れるからね、集中力切れちゃうからね、毛染めでも何でもね、私だけ特別ヘアマニキュアなんかバカ丁寧に塗ってみたいにね、1時間かけてね。あ、もう集中力切れてんの、美容師はね。いやいややってるって場合が多いからね。それお客さんは感じ取ってないっていうの？まあ無神経なお客様だね。まあそういう方は徐々に値上げさせられたりね。予約がいっぱいだからって断られたりするかもしんないね、将来的にね。これはもう商売上しょうがないね。はい、お疲れ様でした。